かれこれ採用されてから10年経ってますけれども、この10年の期間の中で、まあ、2回ね承認試験を受かってますよということで、皆さんこんにちは、新潟県警採用係の中村です。今日もよろしくお願いいたします。はい、ということで前回動画を投稿してからだいぶ時間が経ってしまったんですけれども、今日は久々の第3回目ということでやっていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。それで今日の撮影日は2月下旬ということで、新潟はまだまだ冬ということでだいぶ寒いんですけれども、今日は朝から珍しくですね快晴ということで一日爽やかな日が続いております。だんだんとね春らしい日が来たかなという感じなんですけれども、まだまだ寒いので皆さんも風邪をひかないようにですね十分気をつけてください。それでは今日のお題なんですけれども、警察官の承認制度、これを一緒にやっていきましょう。それでは警察官の承認制度を一緒に見ていきたいと思いますが、まず警察官には階級というものがあります。階級という言葉、一度は皆さん聞いたことがあるんじゃないでしょうか。この階級というのは言ってしまえば他の公務員だとか民間企業で言うと、一番下に平の社員がいて、次に主任、係長、課長、部長、社長というふうに役職が上がっていくと思います。この役職のことを警察官では階級と言っています。で、一番下の階級というのは巡査から始まります。その次の上が巡査部長、警部補、警部、警視、警視正というふうにだんだんと上に上がっていきます。この階級を上げるためには承認試験というものを警察官になってから受けて合格する必要があります。ちなみに今この段階では警視正までの階級を紹介しておりますが、警視正よりも上の階級となるとこちらはキャリアでなければいけませんので、国家公務員の試験を受けていただく必要があります。ですので他の都道府県警察は地方公務員扱いとなりますので、最大でも警視正というところになるかと思います。それで先ほどお話しした承認試験というものですが、今の階級が一定数の期間を超えるとそこで初めて試験を受けることができます。例えば巡査から巡査部長に階級を上げるためには、大卒の方であれば巡査の期間を2年間、高卒の方は4年間勤務することで、そこで初めて試験を受けることができます。そこの試験で合格することで翌年度の4月1日に階級が1つ上がって巡査部長になる。ですので試験さえ受かってしまえば誰でも階級を上げることができます。男性だとか女性だとか、そういう性別の関係は一切ありませんし、年齢が若いとか遅いとか、そういった年齢差も関係ありません。学歴が大卒高卒、これも一切関係がないんですね。試験さえ受かれば誰でも上がることができるということで、自分の頑張り次第でいくらでも階級を上げることができる、これが承認制度です。それでは最短でどれくらいのペースで承認していくことができるのか、これについても一緒にやっていきましょう。そもそも警察官の採用試験は大卒と大卒以外で分かれてます。大卒の方は当然大学を卒業した人、もしくは大学卒業の見込みのある人、この人たちが試験を受けれます。それ以外の方、大卒以外の方というのは高卒の方だとか短大卒の方、こういった方々が受けれる試験区分です。で、この区分の差が一体この後にどういう影響を与えるのかというところなんですけれども、まあ多少承認のこのペースに関わってくるのかなというところです。それではまず大卒の方から見ていきたいと思います。まず大卒の方が大学を卒業してストレートで警察官になると23歳で警察官になることができます。で、大卒の方が巡査から巡査部長に上がるためには巡査の階級を2年間勤務していただく必要があるので、25歳の年で承認試験を受けることができます。で、そこで受かると翌年の4月に階級が巡査部長に上がるので、最短で26歳の年で承認することができます。そして巡査部長から警部補に上がる時についても2年間また勤務していただく必要があるので、そうすると28歳の年に警部補の試験を受けて受かると29歳で最短で警部補になれるということになります。で、警部補から次の警部については、そうだな、5年間だったかな、5年間勤務すると最短で34歳の年で警部になることができます。これが大卒の方の承認の最短のスピードになっていきます。続いて大卒以外の方ということで、高卒の方と短大卒の方がどれくらいの速さで承認していくことができるのかというのを見ていきたいと思いますが、そもそも高卒の方と短大卒の方では警察官になる年齢がそれぞれ違います。
高卒の方は19歳の年で警察官になることができますし、短大卒の方は20歳、20歳の年で警察官になることができます。で、ここから巡査から巡査部長に上がるためにはまたそれぞれ経験年数が違うんですけれども、高卒の方の場合は4年間、短大卒の方であれば3年間勤務をしていただきますので、高卒の方が最短で、巡査部長になるのは24歳で巡査部長になれます。で、短大卒の方が最短で巡査部長になるのは25歳の年で巡査部長になることができます。で、次の巡査部長から警部補に上がるとき、これもそれぞれ高卒の方であれば4年間ですし、短大卒の方であればまた3年間勤務をしていただいて、そうすると29歳ですね、29歳の年に警部補になることができます。で、次の警部についてもそれぞれ34歳で最短でなることができるということで、先ほどの大卒の方の承認スピードと見ていただくと、この警部補の段階でみんな一定の間隔で承認していくことができるということになります。この、ね、警部補でフラットになるというのが分かると思います。これが承認制度の仕組みです。はい、ということで警察官の承認制度はこのようになっております。この話を聞いたときに、なんだ、じゃあ大卒でなるより高卒でなった方がいいんじゃないのとか、そういうふうに思われる方もいるかと思うんですけれども、この最後に示したものはあくまで最短での承認の感覚です。なので全員が全員最短でなれるわけではないですし、当然ね、一発で受かっていく人もいれば何回かの試験で、ようやく承認していく人もいます。これはあくまで一例ですので、自分がどれだけ普段の業務を頑張れるか、またね、日頃から法律とかの勉強をしていくことができるのかっていうところがこの承認の差になってくるかと思います。ちなみに、私は巡査部長の試験は3回目で合格しました。で、巡査部長から警部補の試験は1回で合格してます。なので31歳の年に警部補になってます。もうね、これかれこれ、採用されてから10年経ってますけれども、この10年の期間の中で、まあ、2回ね、初任試験を受かってますよということで、まあ、頑張ればね、誰でも試験を受かって階級を上げることができるんだなっていうのがわかるかと思います。はい、ということで今日の動画は以上で終了となります。また次回どんな動画を上げようかなというのをちょっと検討しておりますが、ご視聴いただければと思います。またお気に入っていただけたらですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん就活頑張ってください。またね、バイバイ。